イエルカ・ローゼンはドイツの画家、イギリスの作曲家、フレデリック・ディー・リアスの妻として最も知られる。ディー・リアスの肖像が1912年にイエルカが、イエルカとして知られたヘレーナ・ゾフィー・エミリー・ローゼンは、1868年に、現在はセルビアの首都であり、当時はオーストリア・ハンガリー帝国だったベオグラードで生まれた。父は、ベオグラードのドイツ総領事であったが、元は、 言語学を専門とする学者であった。画家の母は作曲家、ピアニストのイグナーツ・モシレスの娘であった。イエルカは、その二人の末娘であった。イエルカは1892年から、夫を亡くした母に伴われて、パリのアカデミー・コラロッシで美術を学んだ。彼女は、パリの美術展、アンデ・パンダン展に出展していた。ディリアスの出会いは1896年1月16日の、 晩餐会の場であり、二人はニーチェの著作やグリーグの音楽への興味を同じくしていることを知る。1897年にフロリダから戻るとディー・リアスは彼女と彼女の母が住むグレシュル・ロワンの家へと移り、1903年にイエルカと結婚した。彼女はシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州の名家の遺産を幾ばくか相続しており、ディー・リアスにとっては 彼女の資産が財政的な支えとなった。イエルカは天性の才能で多くの言語を読み話すことができ、ディー・リアスはその彼女がしばしば進めるテクストに対して曲をつけていた。彼女は日没の歌にアーネスト・ダウスンの作品を、告別の歌にはウォルト・ホイットマンの作品をあてがった。彼女による歌詞のドイツ語訳が 楽曲と共に出版されることもよくあった。また、彼女の画家としての技能も得がたいものであり、指揮者のトーマス・ビーチャムが1920年にオペラ、村のロメオとジュリエットを疎遠した際には、舞台装置のデザインのスケッチを行った。オペラ、フェニモアとゲルダの歌唱譜の表紙は、彼女自身の絵で飾られている。イエルカは、ディー・リアスが他の女性と浮気していたにもかかわらず、 献身的な態度を変えなかった。D. リアスが最後の12年間に梅毒の第3ステージとなって視力を失い、麻痺に陥った後になっても彼女は彼の介助をやめようとはしなかった。しかし彼女自身も大腸がんを患ってからは外部に助けを求めるようになる。これに応じたのがエリック・フェンビーであり、彼は作曲家の代筆者を買って出たが、 ディーリアスの個人的な看護師になることもしばしばあった。フェンビーがディーリアスの下で仕事をした期間は6年間に及ぶが、この間はイエルカが治療のために断続的に留守にしていたのである。イエルカはディーリアスが没する1934年6月には、看護施設から帰宅して彼の側に付き添った。ディーリアスはグレシュル・ロワンの自宅の庭への埋葬を希望し、 それが叶わない場合はイングランドで眠りたいと申し伝えていた。地元当局は庭への埋葬を許可しなかったが、イエルカの病は長旅に耐えられる状態ではなかったため、ディーリアスはグレの地方墓地に埋葬された。1935年5月、未だ状態は万全ではなかったものの、イエルカは船旅に十分耐えられるまでに回復したと感じていた。 そこで、夫が、イングランドで再度埋葬されるのに立ち会うため、サリーのリンプズフィールドのセントピーター教会へ向かった。しかしながら、旅の途上で、肺炎球菌感染を起こし、イングランドに着くや、稲やドーバーで入院することになった。その後、ロンドンのケンジントンにある病院へ移送されたが、1935年5月28日に、彼女はこの世を去った。 夫の災埋層の二日後のことであった。彼女は夫と共に葬られ、二人は同じ墓で眠っている。ビーチャムは彼女の遺産で設立された新宅団体を運営し、デー・リアスの作品の普及に努めた。ビーチャムもまた現在は夫妻の近くで眠りについている。1968年のケンラッセルの映画、ソング・オブ・サマー・ソング・オブ・サマーでは、 女優のモーリーンプライヤーが言えるかロうぜ役を演じている。注釈出典。ありがとうございます。